ワンピースエアプローに俺はなる。うわどういうこと。エディです。ママです。リオです。古川です。最強クイズ王集団カプリティオチャンネルです。よろしくお願いします。どういうことなの。世界中で話題の大人気漫画ワンピースでございますけど、ワンピースね、はい、皆さんもちろん読んでますよね。俺たち踊る大捜査線見ないでね。僕この中だったらまあまあ読んだ方だと思うんですけど、うん、この漫画は面白いから完結したら一気読みしようで俺は止めてます。ずっとグランドラインのもう全然序盤ぐらいで止めてて。みんなワンピースちゃんと読んでないという。読んでないですよ。知りたいですよ。知らないですよ、はい、ということでね、今日はもうワンピースに、ね、関するクイズを持ってきましたので、うん、それをこう皆さんに解いていただくんですけども、うん、まあでもさすがにね、まあ、知らない固有名詞とかはちょっと浴びられないので。いや無理だよ、無理だよ、あれは無理よ。はい、そのワンピース用語がたくさん書かれたあのリストを用意していたので、その中から答えだと思うものを選んで、それ絶対いけるよ。これからですね、穴目2種類出てくるんですけど、2種類、青い部分はその自由に書いていいとかで、赤い部分はそのリストから。ああ、そういうこと。なるほど。自由記述マンのね。記述マン、いや腕が鳴るね。国語のテストめっちゃ得意だったんで、作者の気持ちになればいけると思います。なるほど。あ、絶対いける。あ、でもそうだよね。だって固有名詞だって、うん、なんかの意図で決めてるんだもんね。そう、小田先生が。まあそれはそうだ。よし、俺こそが小田栄一郎だと。ちなみに僕はワンピース半分ぐらいしか読んでないんで、若干エアプデートとして。そうね。若干エアプデートしてもらいたい。ああ、まあいいよ。はい、十分だ、俺たちの中では戦力十分だ。それでは早速やってみよう。はい、よっしゃ。じゃあワードリストじゃあ先にお配りしますので、ね、はい、はいはい、はい、見ていいの。はい、どうぞ見てください。多いな。なんかウェイパーあるね。あ、おでんもある。ウェイパーがあるの。ウェイパーあるよ。どこに。ここウェイパーでしょ。ここ違う違う違う、読み方わかんないけど、ファーのとこある。いや、わかるワード、まあまあゼロじゃないな。あ、そう、私もわかる。聞いたことあるのはあるよ。でもそれでもおでん、おでんとかおでんが大丈夫。いや、それだったら夜とかも知ってるからクマとか夜とか知ってる。おでんもちゃんとワンピース出てきますから。そうなんでしょ、おでん自体を知ってればいいってことじゃないんだよね、これね。はい、いや、まあ、ちょっと行ってみよう、これは。はい、いける、うん、いけるか。で、第1問。第1問、はい、第1問はじゃあ、主人公のね、ルフィのプロフィールというか、あ、ルフィの説明の部分を、はいはいはい、さすがに、序盤は読んでる俺は分かるんじゃない。そうやな、ね、絶対有利やな。はい、じゃあ、第1問こちらです、うん、モンキー・ディ・ルフィ、うん、ホニャホニャ祭の時に海賊王を目指し旅に出る、うん、父親はホニャホニャのリーダーを務めるモンキー・ディ・ホニャホニャ。何それ。はい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 、リーダー、うん、これ答えだけこう書けば。あ、3つ書いていただきます。え、ちょっと、マジできっちりなこれ。ルフィのお父さんの名前っていうか、え、日本人式のやつなの。モンキー D が被ってるの、お父さんと。はい、なんちゃら D ルフィとかじゃないんだ、お父さん。あの、ルフィが名前なんで。おお、日本人か。ハンガリー人じゃねえかじゃあだとして、ちょっと伝わってないと思う、ね、順番がさ、日本人かマジャール人の順番だった。伝わってない。ユノリュグランドラインの序盤までに父ちゃん出てきます。記憶ねえぞ、俺。名前は出てきたんじゃないかなと思うけど、ね、マジか。グランドライン入ったあたりで、いやー、じゃあ皆さん書いたようなんで、はい、じゃあももさんから書いてみましょうかね。はい、ダン、12歳船大工のリーダーモンティ・ディ・ウルージですね、これは。あーね、あー、なるほどね。いいわ。やっぱりあのジャンプで掲載されているということ、ね、プラス小田先生は多分最後の何年か経過したところのフィナーレまで見てて、その時にめちゃくちゃ年上になってるとやっぱり読者も感情移入しづらいということで、設定は若めでスタートです、うん、あれなんですよ、いろいろあったんですけど、往々にして冒険心を抱く息子は、うん、あの平和な家に生まれています。はい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 、船大工のリーダーですね。これですね、まあ、モンキー D もあれです、私がつけるならウルージですね。ウルージね、はい、モンキー D ウルージ、まあ、ルーが被ってるね。あ、だからね、ルーを1個取ってのルフィね。そう、じゃあちょっと同じくゼロページのルカさんも見てみましょうかね。はい、13歳の時に旅に出る、
父親は革命軍のリーダーを務めるモンキー・リー・キッド。まあまあ、モモさんと似てますね。13歳とか若い年齢だろうと。まあなんたら、もう子供の頃から8歳とかもあるかもしれないんだけど、時折ルフィ説教みたいなことしてるなと。お前の人生それでいいのかっていう有名なセリフあるじゃないですか。ない俺のイメージ創作したんだよ。ちょっと俺の創作なんですけど、ちょっとそういうイメージがあるから、まあ10代じゃないとさすがに人には言えんだろうと、でまあリーダーって言ってるんですか、なんとなく軍団みたいなことかなと。でキットってね、なんかこのキッズ的なこうものをね思わされるので、子供って思うかもしれないですけど、いやいやいや、なことはないです。ビリーザキットとか、怪盗キットとか、なるほどいるわけですから、いるわ。モンキーディキットとか、なるほど、完璧。はい、序盤は序盤は読んでるので、いけると信じたい。はい、じゃあリコオープン。はい、17歳え、そんななの革命軍カイドウで言いました。17歳の理由は、なんか一人で最初船出るんですよ。はいはいはい、そうなんだ。さすがに12歳、13歳で一人で海には出んやろぐらいのことで、で革命軍はね、おそうなんだ、来たんじゃね、これ革命軍、革命軍というワードが出てくるのは知っています。はい、父ちゃんもリーダーであってほしい。名前は忘れたのでカイドウを書きました。名字みてえな、ね、日本人の確かに。お答えありがとうございます。正解発表します。はい、はい、モンキー・ディ・ルフィあ17歳。おい強い、すごい強い。え、結構上だった。海賊王を癒やし旅に出る。説教とかするからな。説教するから説教するにちょうどいいから、ちょうどいいな。父親は革命軍、おい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 頼む、来い。モンキー・ディ・ドラゴン、ダメ、ドラゴンついたか、いたな、ドラゴンなんですか。あ、でもその一応正解数があるんで、リコが2つ正解でプラス2ポイント。はい、では、ピューカさん、革命軍が正解なのでまず1ポイント。はいはいはい、いやー、はい、序盤父ちゃん出てたか。あれ、あ、そうか。はい、モモさんは出たポイント。はい、やっぱ説教とかするのやね、ちょうどいいんで、ね、何が嫌いかより何が好きかって言ってないやつだ。あ、言ってないやつだ。有名な言ってないやつ。別の漫画か。言ってないことを知っているわ。俺のやつ偶然当たるかもしれないけど、それ言ってないのだけわかる。はい、ということでね、リコが一歩リードで、はい、はい、はい、ではじゃあ第2問は、はい、はい、有名なバトルシーンか。バトルシーン、あー、なんかそういうのだけ技名記憶に残ってないかな。では次の文章の穴を見てください。はい、はじめはおもちゃの剣で戦っていたミホークだったが、なんでそんなことするんだよ。ゾロの強い心に感服し、背負った黒刀ホニャララを抜いて真剣勝負を挑む。はい、ゾロは奥義ホニャララを繰り出すが、はい、刀を折られてしまう。はい、ミホークに向き直ったゾロはホニャララは剣士の恥だと言ってミホークの一撃を受けた。わー、かっこいい。この最後のゾロのセリフの部分はその自由回答。はい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 、はい、めちゃくちゃ有名なセリフだよね。まあ、だいぶ有名な方です。そうなんだ。これは俺もわかると。わかるね。そうなんだ。もう3つ目はもうこれですよ。ミホークっていうのはどういう人なのか。世界最強の剣士。最強の剣士ですね。テティーライグみたいなやつで最初戦った。あ、強すぎてね。ナメプ的な。ナメプですわ、本当に。ゾロか。ゾロね。わかったわかった、ゾロか。はい、ちなみにこうロロノアゾロのゾロの方が名前ですからね。ロロノア家なのね。はい、ロロノア家。おじゃ、日本人がマジアル人じゃねえか、だから。これはグランドラに入る前の話。そうだね。いやー、剣の名前とか覚えてねえよ。ミホークに向き直ったゾロは、ミホークの一撃を受けた。大丈夫なの、ゾロは。まあ、一命は取り留めてます。よかった。はい。じゃあ、次、古川さんから行きましょう。ミホークは、背負った黒刀、三代鬼徹を抜いて真剣勝負を挑む。またの名を三代鬼徹。読み方が違う。読み方が違う。これがまたの名を。どっちでもいいんだ。ゾロは奥義、三千世界をクリア。その時のゾロは、奥義、三千世界って言ってます。はい。って言って出しました。まあアニメだったので。そうそう。で言いました。で、ミホークに向き直ったゾロは、逃げるのは
原始の恥だって言って、うん、ヒオグル19を打つ。なるほど。あのゾロの声も近かったら加点してほしい言い方が近かった。アニメ見てないと、うん、声の近さはわかんない。はい、じゃあモモさん。はい、はじめの王子の剣と二国ゾロの強い心に感服し背負った黒刀、うん、ヒグマを抜いて真剣勝負を挑む。あ、そういうのあるな。でもゾロは奥義狙撃キング。狙撃キングね。奥義狙撃キングね、はい、狙撃してます。狙撃してるね。完全に狙撃してる。狙撃ってことか。可能性はありますよ。肉を削ぐみたいな。あ、そうか、そうやと。そうそうそう、キレキング、狙撃キングみたいな。そう、狙撃キング、うんうんうん、でゾロは背中の傷は剣士の恥だとってミホークが刺激を受けた。なんかでもそれいいね、そういうことな気がする。なんか向き直ってるんでね。いいよ、もう正面から来いよと。すごいいいかも、そういうの。そうですね、そういう言い方じゃない。では続いてリコお願いします。はい、はじめはおもちゃの剣で戦っていたミホークだったが、ゾロの強い心に感服し背負った黒刀。夜、夜、黒刀だから、黒刀だ、黒刀だから。ヒント、ヒントがあった、ヒントがあったと思いますよ、うん、俺は黒だからさ、記憶はないけど、うん、夜を抜いて、うん、真剣勝負を挑む、うん、ゾロは奥義三千世界。おやっちゃいさ、これはそうなんじゃない、本当に。すごい、すごい。刀を折られてしまう、うん、ミホークに抜き直したゾロは、うん、背中の傷は、うわ、そうなの。そしてミホークの一撃を、そうなんだ、です。背中の傷は剣士の恥。え、そうなんだ、はい、これ有名。え、有名なの知らなかった。意味似てるのにそっちの方が絶対かっこいい。知らないで作るの天才じゃない。天才、天才じゃない。発想の地点が同じなのにワードセンスが小田栄一郎なんよ。もうゾロってあの三刀流なんですよね、確かね。だからまあ三、三、うん、はいはいはい、欲しいなと。そういうことね、はい、では答え発表しますね。はい、はじめはおもちゃの剣で戦っていたミホークだったが、ゾロの強い心に感服し背負った黒刀を夜折れてる。これは噛んではいけん。すごい。ゾロは奥義三千世界。おい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 、嬉しい。ミホークに向き直ったゾロは、うん、背中の傷は剣士の恥だ。すげー。一撃を受けた。やったということで、リコ完全正解ですね。これは序盤なので素晴らしいね。読んでたので行きましたね。で、ももさんが背中の傷で1ポイント。すげー。はい、ゆるかさんが完全正解で1ポイント。 1? ねえ、ももさん自由回答でそれ1、うん、もうちょっと上げてもいいけどね。5ぐらい。そうそう、あのリコにも上げなかった。俺、三千世界の言い方はどうだった。アニメみたい。あ、そうだね。出題者もエアアップです、すみません。アニメみたいにちょっと声の判別はちょっと笑う。そうだね、俺もどんな声なのかあんま分かんないまま言ってるからね。自分も似てる自信も何もない。雰囲気で言う。はい、じゃあ続いてはじゃあ中盤ぐらいのこのシーンからじゃあ出題しましょうかね、はい、中盤は無理だろうな。はい、では参ります。海軍三大将の一人ホニャララかっこモデルは俳優のホニャララに襲われ全滅の危機に陥る麦わらの一味。そこに乱入した桜花七部会の一人であるバーソロミューホニャララのホニャララの身の能力によって一味のメンバーは島から弾き飛ばされちりぢりになってしまう。待って、俳優、あ、俳優は私たちが勝手に書くですね。あ、そうですね、ここはあの自由回答です。ある俳優さんがそのね、見た目のモデル。いやでもね、こんなにヒントが出ないような穴埋めはさせてこないんで、身は何択かになるよね。うわ、分かったぞ。え、分かった、分かったって何。分かったことがある私には。俳優いけるってこと。いけますね、これも。いや俳優は自信ないけど、私の中にカッコという理論が今できました。説明してくれ。説明するから、ちゃんと。これはね、全問正解自信ありますよ。マジかよ。うん、自信あります。リコは自信ありそうだ。あ、自信あります。はい、じゃあモモさんからお願いします。はい、海軍三大将の一人キザル、うん、これ海猿から来てますね。はいはい、はい、なので当然モデルは俳優の坂口健二さんです。はい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 、ね、なるほどね、海猿から来て。はい、これございます。はい、で、まぁ、あ、ちょっと飛びまして桜花七部会の一人であるバーソローミューキッドの来た、キッド直々の身の能力によって直々だって弾き飛ばしてるんだから。あ、うわ、ほら、来た。ほら、はじきじきじき。じきじきの耳能力によって注意順になりました。本当にそうじゃない。そうかもしれん。なんかちょっと由来できたな。本当にそうじゃない。ちょっと本編とは関係ないことがあるんですけど、
海猿の主演、うん、伊藤英明さんかなとは思いますけど、ね、いや、まだ合ってるか合ってるかもしれない。秋猿と海猿関係ないからですけど、海猿クイズだったらブーかなと思いましたけどね。はい、じゃあ、ルカさん。あ、せん。海軍三大将の一人、キザル。はい、え、本当に？はい、これ俺もキザルだと思いました。で、三大将ってそれぞれモデルがいるのを知ってたのよ。うん、その中の一人が田中邦衛さんだったのを覚えてたので、ここが組み合わせるということで、キザル、過去田中邦衛さん。バーソロミューカリブーの2級2級の身の能力によってチリチリになってしまう。すげえな。バーソロミューディアスがやっぱ頭に僕はあるので、なんかディアスみたいな3文字4文字くらいの音に収まってほしいなと思っていたので、2級2級は、まあ、ミーみたいなのがね何個かあったんだけど、まあせっかく選べるなら一番こう答えで面白いやつをAT なんてもんはもう持ってくんですよ。なるほどね。これ2級2級です。一番面白いもんだって。じゃあ、リードお願いします。三大将の一人、キザル。おぉ、キザルなの？嬉しい。はい、モデルは田中邦衛。マジかよ、すごいじゃないのこれ。で、バートロミュー、クマ。クマなの？え？ね、足りんぞ。日級2級の2です。え？俺の参考にした？してない、してない。自分より雑魚を参考にして書いてないよね。はい、あの三大将って3人いるので、うん、犬猿キジなんですよ、それぞれ。あー、そういうことか。はい、SNS とかでニックネームつけてる人もいるんで、赤犬とかを知ってたので。知ってる、うん、知ってる、知ってる。で、そこからキザルいけます。それぞれのモデルがね、田中邦衛さんと松田優作さんもいて、あと一人出てこないな、名前、まあいいや、うん、が、それぞれ名前とね、見た目は一致してないんですけども、申し訳ないが。で、まあ3人いることと、まあこれで勝負していきます。で、バートルミュークマは、これもね、どっかで見た、そうなんだ、記憶があります。いや、これも無からは出ないな、クマは。はい。まあ、肉球ということで肉、2球2球ですね。あ、クマだからってこと？クマだから。なるほど。はい、じゃあ答えてみますね。うん、海軍三大将の一人、うん、キザル。よし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 、キザル。無からこれ選べたの。そうですね。そうですね。すごいですから。はい。モデルは俳優の田中圭。おじゃじゃじゃ。いいよ。すごい偉い。そう、あれみたいな感じで、大川七武海の一人である、うん、バーソロミュークマ。うわー。すげえ。あ、クマひらがななんだ。クマ。はい。バーソロミュークマの。うん、2級2級ちょっとちょっと無からすごくない？すごくないか？めちゃめちゃすごい。もうなんで弾き飛ばしてるんだ。そうですよね、じきじきの身の方がね、弾き飛ばす。そうだ、肉球で何でも弾き飛ばす。いや、すごいな。肉球をベースに考えてたということで、リコが全問正解2ポイント。クマもカタカナで書いたけど、まあ選択肢だからいいってことね。はい、ありがとうございます。はい、で、ふりかさんが3ポイント。よっしゃ。はい、で、ヨマザが1ポイントですね。でもこれリストの中からバーソロミューっていうカタカナの下の名前にひらがなのクマは選べんって。選べない選べない。はい、じゃあ終わります。はい、第4問。四皇ホニャララの息子であり、懸賞金10億ベリーを超えるシャーロット・ホニャララとの決戦に挑んだルフィは、ギアフォース・スネークマンの姿に変身し、大技ゴムゴムのホニャララで決着をつけた。いやー、さすがに知らん単語が。そうね、あそこ青か。うん、オッケー。そこも青なの？スネークマン、ギアフォース・スネークマン。じゃあリコから出してみますか。4校のビッグマムの息子であり、うん、懸賞金10億ベリーを超えるシャーロット・イワンコグ、うん、との決戦に挑んだルフィは、うん、ヤホースネークマンですからね、うん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 、スネークマンの姿に変身したから大技ゴムゴムの段ボール箱です、ね、うん、どういうことかと。どういう心。スネークですよ、うん、入ってこう、にじり寄ってんってこと。ソリッドスネークのこと言ってます。あ、違います。では、じゃあ古川、四皇白ひげの息子であり、懸賞金10億ビリーを超えるシャーロット・ネコマムシとの決戦に挑んだルフィは、おギアフォース・スネークマンの姿に変身し、大技ゴムゴムのゴムのゴムのゴムで決着。ゴムゴムのゴムのゴムのゴムですね、これは。もうめちゃくちゃすごい大技なの。
バンド長の長のの動画こちらにね、はい、ご覧ください、はい、ちなみにどういうバンドなんですか。なんかそのゴムゴムのそのパンチみたいなやつがあるけど、その日じゃないしなりと、ああ伸びと、ああ戻りみたいな、をやるんですよ。まあ、別名ゴムゴムのサイクロンとも呼ばれていてちょっと待って、後出しひどくない？後出しは無理よ。蛇のトグロってね、蛇があるからスネークとかかってて、それも正解なんだけど、別解で、うん、一応これも書いておこうから、だからほら、スネークマンになってるんでマムシが入ってますから、こう蛇対蛇にしたんでしょう、うん、おー、確かにこれは綺麗だよ。あ、天才だ。ほら、来た来た、うん、はい、じゃあ、ママさん4個ポーネグリフがポーネグリフであり、うん、真ん中ちょっと王子っぽいな。確かに確かに、ポーネグリフ検証金上級ペンギンを超えるシャーロットイワンコフ、イワンコフ、その決戦のナルフィンは、うーん、で大技ゴムゴムの奇跡で決着をつけ、強そう一番強そう、ゴムゴムの奇跡的奇跡、そう強そう、そ、まあ、一応あのローマ字でフリーガンの奇跡、奇跡で、奇跡です。はい、では皆さん答えが出ましたが、はい、じゃあ答えを読んでいきましょうかね、はい、4個、うん、ビッグマムのマスコット、すげえ当たるじゃん、はい、懸賞金10億ベリーを超えるシャーロット・カタクリとの決戦に、カタクリそこなんかいギアフォーススネークマンの姿に変身し、来い来い、大技来い、ゴムゴムのキングコブラで決着、うわー惜しい、惜しい、惜しい、誰が惜しかった誰が惜しかったのこれ、キーまで来たからもう来たと思って、いや俺はサイクロンの方がかすってたな。え、サイクロン別名じゃないよ、ね、スネークマンなんで、ね、ヘビの、ヘビでしょやっぱね、くそー、これで問題終了、うわー、点数ですが、ももさん2点、リコ10点、ルカさん5点で、リコ優勝、強かったな。いや、ちょっと待って、本当にあの中途半端に読んでて、一番恥ずかしいのこれ。序盤に出てきた単語とかで選択肢が削れてるから、あの他のをやるにしてもね、有利だったかなっていうのはありますね。だから空島以前とは大体わかるんじゃないかな、はい、って感じですけど、まあ今日のコメントとかではピンク似合うよとかいただければもう十分な出来だったかなと思います、ね、ずっと何言ってんのマジであ、でもね、僕言って、あの学生日本一決定戦 ABC で、はい、ワンピースに関する問題決勝戦で正解してるんです、ワンピースって答えました、ね、関するとか限界だったそれがいや本当に完結してから読むかもう読み出すかっていうくらい結構興味が湧いたんでね、うん、面白そうだなと改めて思いましたね。唯一背中の傷のところだけ、いやすごかった、奇跡を起こせた、あれすごいね、うん、はい、やっぱり眠から何かを生み出すっていうのは一問が限界すごいですからね、それだけでもということに気づいたので、これからはやっぱりちゃんといろんなものを読んで学んでいきたいなと思いました。ということで面白かったという方はぜひ高評価お願いします。以上本日のパプリカでした。高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ごめんなみんなのよ、技じゃなくて。